おしゃれすぎて理解できないファッションコーデ対決。コーデ対決。まあ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 落ち着け。人の話を聞け。聞け。俺まだ終わりましたって言いました。言ってません。あいつうるせえ。いやうるさくねえば。なんでだよ。なんでそれ。なんでしたの。いやお前こっち。まだまだ話。何やってんの。おかしいだろ。おい。やっぱり我々服が大好きであると。大好き。はい。うん。やっぱファッションにも興味深い。深い。だけど、うん、このファッションコーデはちょっとおしゃれすぎてちょっと理解できねえなってやつをちょっと今日決めようかな。あるね。限界突破してるやつね。あのハイブランドのさ、あのモデルとかね。そうそう。結構ちょっともうおしゃれすぎるなって。もうぶっ飛びすぎててちょっとこれはさすがにちょっと我々には理解できんぞってやつを一人一個出して、はい、どれが何が一番理解できないか。なるほど、ね。なるほど、ね。いやもう最先端が多すぎてわかんねえね俺。確かに。うん、別にハイブランドじゃなくてもいいわけですよね。そうだよ、ね。そうだよね。ああまあ、間違いないです。もういろんなもう、うん、無限の可能性がありますから。ファッションは無限ですから。そう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 。インスピレーションって無限ですからね。ファッションは。それを一人一個発表して、はい、どれが一番理解できないか、はい、決定しましょう。じゃあ正義。よっしゃー。珍しい戦闘だ。なんか喋りたそうな顔してた。いつもお前が一番とは限らない。一番いいの持ってくるとは限らない。戦ってみろ。あ、これ途中から多分何も見えなくなった。発言してて線路見失ったやつ。諦めた途中。目が泳いでたもん途中で。脱線したやん。僕はな、面白いなっていうか、うん、ああ、まあ、一番笑ったら僕優勝ということで、うん、ああ、まあ、やらせていただいて。笑ったでしょ。笑ったそういうふうに。おしゃれ理解できてないことでしょ。もう、うん、笑っちゃってるから。あ、ね、あ、まあ、我々には理解の一番。そういきます。はい。どういうお笑い。どういうこと。人が逆さになってこうまたがってる。いや、こういうデザインの服ってこと。え、どういうこと、どういうこと、人じゃないこれ。ファッションショーでなんかこれを披露してるっていう。理解できないわ。すごいおしゃれです。かぶったっす。かぶったっていうかちょっと違うっちゃ違うけどほぼ一緒なんだよ。普通に想像の反対側行ったじゃん。そう、だから反対側初手角度違えるもん。びっくりした。初手折れさせない方がいいんですよ。そう、なんかマジぶっ飛びすぎて俺出しにくくなった。こういうのはね、気分出ないけど、しょうもないの持ってきそうな、こういうこの辺のやつ。違う、俺は違う、俺は無難なのよ。では見せて、一回見せて。だから、俺ほとんど一緒なんだ。見せて、見せて、俺前だから。あ、しょうもな。あ、しょうもな。だから一緒だって言ってんだろ、最初から。先見とけばな。先見とけばな。第2番字。だから、正義のって、これの後ろバージョンなんよ。うん。あ、まあ、そう、後ろに背負ってるバージョンの。かぶってしまったと。はい。なるほどね。待ちましょうね。はい。はい。でもなんか。でもすごいね。でも面白いな。なんか芸術だよね、芸術は。普通に意味わかんない。うん、それ意味わかんない。いや、まあ、本当に、うん。まあ、似てたね、でも正義と。うん。まあまあまあ、これはまあ、しょうがないっていう。うん、まあ、ちょっとかぶっちゃったとか、ね。まだぶっ飛んでる、マジで。うん、普通に。やりきれない顔。じゃあ、大輝。俺帽子の必要あるみたいな。あ、いくよ。せーの、はい。ね、まあ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 、理解できなかった。これ帽子だよ、帽子。まあ理解できない。これディズニーのあれの。え、だってさ、目隠れてるよ、こうやって。全然欲しい。あーあーあーあ、いや、正しい。そういうことしちゃダメだよ。なんだそれ。いやいや、じゃあもうこれできるんだ。できる、できる。マジで、マジで。できるでしょ。まあ全然できるな。ちょっと理解できない。お前下手だよね。じゃあま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 あね。まあちょっと共感して、ちょっと。まあ普通の人から見たらまあ理解はできないけどねっていう。でもちゃんと足元のクマに合わせてる感じはもうおしゃれだ。じゃあ俺言ったじゃん、帽子って。コーデでしょ。話聞かないからじゃん。ちゃんとやってよ。俺らマジなんだからさ。俺マジでやってんだ、こっちは。え、茶化してる俺の。俺マジでこの2人と見た時にこれやべえわって思ってた。これはぶっ飛びすぎてた、うん、正直、うん、マジでぶっ飛んでる。これです。あのこのバーバリーのガムテープのこの服です。ガムテープ。そう、いや、まあ、これでもみんなにもう一回言ったからちょっとリアクション微妙かもしれないけど、普通に考えてもらって意味わかんなくない？ガムテープ、ガムテープ貼ってる。タイトルお願いします。おしゃれすぎて、おしゃれすぎて理解できない服でしょ。だからファッションコーデって言う。もう、こいつも知りたい。ほらほら、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 ほら
これひどくない？これはちょっとひどいよな。自分で言った。ちゃかしない。ちゃかすぎない？違うのよね。スタジオのサブチャンネルがちゃかしてる。何でもやってもいいと思うなよ。違う。いやもうこうでだから、そのまま欲しいし。いや全然欲しいね。マジバーバル。いやだ、皆さんはその逸脱したファッションが好きだから、まあいいかもしれないですけど、逸脱してるの頑張ってる。なんだこれ、台風対策かこれ。俺欲しいけどね。タツキ、いやもう欲しいって思ったら負けない。お前理解してんじゃん。認めろ負けよってね。タツキ、いや理解下がりすぎて、俺言えることずレッドカード出してる。こいつより下手だ。MC だ。MC よ。じゃあ帰るか。俺は帰らない。俺イエローカード。俺こいつより下なんだ。助けじゃん。了解です。はい、もうそろそろコーデは見たいでしょ。皆さん見たいですよ。2個続けて動かしてみて。これは、はい、韓国のモデルの人ですね。ああ、これです。これ首と腕つなげちゃってんだよ、右。ええ、首は、首は、腕、もう不自由しょうがない。え、しかも下サッカーのコーデしてる。サッカー。え、どういうこと。もう最先端行き過ぎのコーデ。え、首は？こういうことでしょ、この企画って。はい、はい、あ、そうね。あー、すげえ。おしゃれすぎるわ。そう、おしゃれすぎて、おしゃれすぎる。わけわからない。まあ、確かにわけわからない、これは。理解できないぐらいおしゃれを。首とここ繋がっちゃってから、こっち使いづれーの。あー、理解できないね。合わせもすごいしね、上下の。これ、やばい、韓国。これはやばいな。あ、これすごい、ね、これね。あ、リアルに本当にぶっ飛んでる。うん、まさにって感じだね。うん、リアルにこれ街歩いてるバージョン。リアルが一番やばいですこっちは。もうパリコレだから。そうかそうか、もうね、行かれてるわけです。まあ、行って原宿なら、まあまだギリ。いや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 、無理だな、これは。これはね、さすがに俺は真似できないなっていう。おー、俺はもうコレクション系です。はい、おー、はい、ではお願いします。これです、じゃん。あの、ジャビだ。うわー、ジャビだみたいな。え、すごい。うわ、パパッと殴れてる。すげえ。これね。これね。どんだけ固まってる。やばくね。男性しかもなんか頭になんか巻いてる。そうそう、なんか何かを巻いてる。脳色をこうやってるやつみたいな。そう、肩パッドで目を取られなって。あ、すげえ。すげえ。ちょっとおしゃれすぎる。どんだけ入ってる。肩パッドとは頭じゃなかった。普通の服なのにね。そうだよね。ここがすごすぎる。いいのが最後にやってきましたね、今回ね。結構いい。優勝どれですかね、これね。バーバリーの解説に回ってる、解説に。わかんない、優勝だもん。実況解説。まあ、俺的にはやっぱり、結構この手錠、手錠ってかこの首の錠、あれが結構良かったなって思うね。なるほど。お前で決めれば優勝。そうしよう、それで。俺も決まったよ、優勝も。この2人ですよ。あー、2人一緒。まあ、要するにね、人使ってるやつ。意味が分かんないんだって。それでファッションショーする意味が俺には理解できない。まあ確かに、まあ確かにな。だそんなだって外でしないじゃん、こんなん絶対。っていう。ただこっちは見せ物で、そのそういう場だからやってるっていう考え。なるほど。こっちは普通に楽しんでるというか。まあまあ、まあ、街中でね。そうそう。まあリアルなヤバさっていうやつね。ああ、だからそう考えるとね、結構どっちもね、捨てがたいんですよね。ジャンルがある。じゃあ分かった。2人が優勝でいいんじゃないですか。そうだね、ファッションは十人十色ということで。いや、みんなやばい、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 おかしい、おかしい、おかしい、さすがにおかしい。それ今日やるのは、勝負別に、あの、きついけど、普通にやることに関して、その、やりにくいけど、でも実際できる、別に。やろうと思えば別に、まあまあまあできるね。やろうと思えばできるな。理解しようと思えばできる。そう、たつきのも理解しようと思えばできる。なるほど。ここだけはできない。しようと思ってもできない。まあまあそうだね。要するにそういうことだよね、この企画で。そういえばそうそうそう。まあ確かに斬新だけど、まあみたいな。まあできるっちゃ。たつきも斬新。ここに関しては斬新とかじゃなくて、マジで想像つかない。異次元本当に想像つかない。いや、したくないよ。確かに理解できないファッションしてるけど。わかりますよ、わかりますよ。でもガムテープも理解できないしね、やっぱり。できるさ。すみません。すごいよ。まあ、いやでも本当に僅差だけど、こっちの方が分からん。まあ、僅差だね。僅差で正義じゃない。じゃあ、優勝は？優勝は、正義のやつー。やつー。トップバッターが優勝ね、じゃあ。いや、もうね、もう超いい。どうでもいい。いや、どうでもいい、どうでもいい。いやでもここも良かったよ。罰もないし、もういい。全然その慰められるようなことでもないから。何でもいい。パリコレが理解ができない以上。まあそうだね。そうです。
そういうこと、うん、あだ全部わかんねえもんな。マジすげえそれ、理解できないファッションの集まりがパリコレってことだね。そうだね、こっから流行も生まれるからすごいよね、うん、次元高すぎるんだよ、まあ、結果、何これって感じなんじゃないですか。おー、これこそ一本、これこそ一本、何これ